橋本慶三郎橋本慶三郎昭和34年2月14日は日本の官僚、実業家、貴族院議員、新潟県長岡市選挙町出身、長岡藩市、橋本弥十郎の長男として生まれる。1884年に長岡学校を卒業、育英団体である長岡社の支援を受けて、上京、大学予備門へ進学。八百九十年、 東京帝国大学を卒業して法制局に入り、1893年に数密飲食機関となる。その後、大倉省へ移り、欧米出張を経て1905年に横浜税官庁、1907年に主計局長、1911年には大倉次官となる。さらに、1912年12月5日に、貴族院議員に直選され、 1913年には、農商務次官に就任した。1916年、山田又七に代わって、宝田石油の社長に就任すると、日本の石油業界の国際競争力を高めるため、ライバルであった日本石油との合併を獲得する。1921年、日石の内藤久弘を社長に据え、宝田の橋本が副社長となることで、この大合併は成就した。 1926年、内藤の引退に伴い、日本石油の第二大社長に就任。以後、様々な石油関連企業の取締役等を歴任し、1941年には帝国石油株式会社の総裁となった。また、1945年から1948年まで、社団法人燃料協会の会長を務めた。 1946年5月28日、貴族院議員を辞職、公職追放となる。1959年の死後、君一等追放賞を受賞した。墓所は青山霊園。ウィキメディアコモンズには、橋本慶三郎に関するメディアがあります。ありがとうございます。